今回は初日の12レース、全レースにですね、投票していきたいと思います。スリット綺麗に揃った。オッケー、あとは山口選手帰ってきて146、1点で5000円いきました。どうも、ボートで人と街を元気にする懲罰モンキーです。ということで本日からボートレース蒲郡でついに始まります SG ボートレースダービー。今回はボートレースダービー初日の12レース、全レースにですね、投票していきたいと思います。まだ1レース目まで時間あるんで、蒲郡の上特徴、今回の注目モーター、注目選手で、ダービーの見どころの3つについてですね、先に話しておこうと思います。まず蒲郡の上特徴なんですけど、以前こちらの動画でも、ご紹介してはいるんですが、蒲郡の特徴はもうとにかく広い、これにつきます。特に1マーク側のバックは156メートル、とにかく広いので、1マークの展開はセンター枠からの思い切ったまくりっていうのが、非常に決まりやすい場でもあります。で、今回 SG なんでね、センター枠からの、まくり、3、4頭とか、このあたりはね、オッズによって、しっかり狙えるところは狙っていこうかなというふうに思います。全体的に1マークバック側は広いので、センター枠からまくりに行った時の、外枠、例えば4コースまくっていっての、5コースっていうところも、まくり差しっていうのもね、非常に入りやすくなってくるんで、そこもね、番組構成とメンバー等によって狙えるところは狙っていくといいんじゃないかなというふうに思います。で、次に注目モーター、注目選手になるんですけど、まず一人目はなんといっても青木源太選手と62号機。62号機は4輸出3優勝のエースモーターで、前走者の山崎群選手も大絶賛の、足的にはね、完璧なモーターです。青木選手自身も3節前の桐生の G1 でね、優勝戦1号艇から、惜しくも優勝ならずではあったんですが、その後もね、いいリズムで来ているので、この蒲郡での SG っていうのは、非常に狙い目になってくるかなというふうに思います。で、青木選手はね、9レースにこの後登場するので、そこではね、積極的に狙っていきたい選手の一人です。で、2人目は菊池康平選手と、53号機。53号機に関しては、伸びが非常に良くて、5節前の渡辺英二選手が乗っていた時、この時かなり伸び目立ってたんで、その後もね、A 級の選手が乗ればしっかり結果出してくるっていうようなモーターだったので、ここはね、菊池選手の速いスタートと、53号機非常に相性がいいんじゃないかなというふうに思いますんで、ここも狙っていきたいところの一つになります。3人目は池田浩二選手と68号機。で、68号機に関しては、2輸出の、まずまずなモーターではあるんですが、池田選手自身がね、非常に得意な地元蒲郡ということで、気力によらずしっかり結果は出してくるのかなということで入れさせてもらいました。で、ただ一つちょっと気になるのが、68号機がね、2節前に堀之内清子選手が乗ってますんで、そこでチルと跳ねられてる分ね、通常の仕様に戻るのかっていうところだけはちょっと注目しながらね、初日はドリーム戦池田浩二選手出るので、そこは見ていきたいと思います。で、注目選手ね、3選手紹介しました。で、最後に、簡単にね、今回のダービー見どころについてね、話そうと思います。今回のダービーなんですけど、なんといっても注目は峰竜太選手。今節がね、峰選手の SG 復帰戦になります。で、かつ峰選手、ここでもし優勝するようなことがあれば、通算100優勝を SG で成し遂げるかもしれないという、非常にそういう意味で注目度の高い SG になるんで、この動画が出てる頃にはね、もう予選が終わってるかどうかっていう頃かと思いますが、峰選手には注目っていうことになります。で、注目はね、正直峰選手だけではなくて、他にもね、正直峰選手だけに注目っていうわけではなくて、このダービーっていうのが、年末のグランプリに向けて最後から2つ目の SG になるので、現在のね、賞金ランキングこのようになってるんですが、賞金の上積みっていうところは、しっかり各選手狙ってくるので、1レース1レースのね、重みがかなり、変わってきます。なので、ここはしっかりね、1レース1レース、注目して、選手たちの、賞金の、加算したい気持ちなんかも予想に反映していくと、より楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ではね、そろそろ、1レース目の展示始まりますんで、早速1レースから勝っていこうと思います。今日は1日お願いします。はい、では早速1レース目買っていきます。で、最初に話したように軍資金この6万円で
各5000円ずつでプラス目指していくと。じゃあ早速1レース目買っていきます。はい、ではまず1レース目ですね、早速買ってきました。1号艇吉田選手逃げ率は 73% の番組になります。注目したのが2号艇の重成選手、モーター54号機がまあこの中ではかなりいい方のモーター、スリット付近の気配めっちゃ良かったです。で、2号艇重成選手ね、基本差しコースの方が得意な選手で、気象条件的には若干の向かい風っていうことなんで、まあ差し切りはどうかなと思ったんですが、まあスタート展示出していただいたらね、今言ったようにスリット気配非常に良かったので、ここはね思い切ってオープニングカード重成選手直馬展開から234の前で、重成選手スリット先行しての差し構え21の34。重成選手どうしてもね、まあ2コースからスリットを出ていくっていうことで、若干ね2コースってスタート行きすぎるとハンドル切り遅れるっていうことがあるんで、かつ1号艇の吉田選手がしっかり落として1マーク回るタイプなんで、重成選手1マークでは出遅れるも道中追い上げての3着付け134の2、この12点で一発目勝負していきます。では行きましょう。遅れた。1番3番3番4番6番5番です。いや、笠原選手ちょっと遅れてねえか、大丈夫か。予選第1レース、これはスタートしました。綺麗に揃った。スリット綺麗に揃った。トップタイミング1号艇吉田雄平、まずは押し切り体制に燃えて2号艇の重成、冷静にさせる展開。おっ、いやー、いや、2、3ある。1号艇押し切り成功、1号艇吉田雄平でありますが、入らねえか。じゃあ132、いやーちょっと気力がちげえか、そこ分回してくる。いやー、じゃあ21、いやーなんとかならんか。いや、重成選手若干マーク外してんな。判定心はきついか。いやーもう SG でここまで体型固まったらきついもんな。うん、まあ、ミスしない限り無理です、うん。まあここは 10.1 倍なんでね、取ろうと思ってたとこじゃないんで仕方ない。最終コーナー旋回体制から最後1番の吉田雄平ゴールイン、1着で2番の重成、3着3番の笠原です。はい、123、10.1倍、外れ。次、はい、じゃあねどんどんいきます。2レースです。6号艇に深川選手入ってますんで、並び 162-345 で展示は行ってました。まあただこれ本番は 16-2345 の可能性も全然あるかなっていう風な感じです。注目機はね、前半でもお話ししてた3号艇の菊池選手、非常に伸びのいい53号機で、スリットの方もね見ていただくと、スタート展示、まあ、かなりね勢いのあるスリット体型で、フライングタイミングではあるがしっかりいけそうっていう風な展示でした。2号艇のね関選手がそこまで直線系の足が良くないっていうのはありつつも、まくりきれないところまで全然見てもいいのかなと、スタートが揃えば。であれば3号艇の頭からめちゃくちゃ売れてるので、1号艇の頭から1、4、5、6、この9点イン逃げからまず行ってみました。完全にスタート揃えば深川選手の2コースの16、菊池選手が攻めきれなければ展開ついての4号艇西村選手、5号艇前田選手がまくり差して入ってくると、1、4、5の3、4、5、6。3号艇のね菊池選手のまあ頭の方が硬いとは思いつつ、まあオッズ的にねそこ買うべきでない、かつまあ外枠ね西村選手と前田選手がまあしっかり展開つくだけの足はあると思うので、3号艇が行き切ってのまくり差し4の35の1356、5号艇の前田選手大外からのまくり差し決めての5の34の1345、この計21点でちょっとね穴目予想から行かせてもらいました。では2レース行きましょう。7番、3番、4番、5番です。いや、やばい、もう勢いが違う。スタートしました。3号艇の菊池浩平、03あたりが少し出し気味か。2号艇出しがついた関広也が先に動いた。望みながらプレッシャー突っ込んと切り込む。うわー、しかも関君先攻めなんかい。先に動いて
所の真ん中一帯4号艇のインデーターと正常であります。めっちゃ安いよ、ここは。いや、3、4、5のところが一番いい。西田区なんとか抜けんか。ターン周りは菊池選手もそんな良くないんでね。厳しい。ただここは取っても仕方ないんでね、もうさ、あの、からが遠いって逃げるんですよ。で4番の西村拓也です。2番の関広也が3着。3、4、2、外れ、次。はい、ではね、3レース目です。ここ注目、3号艇の吉田拓郎選手、向かい風3メートル弱っていうところと、回り足系統かつ吉田選手の思いっきりね握っていくレーススタイル考えると、まあ3号艇が攻め手の起点になるかなっていうようなレースになってます。1号艇の逃げも全然ありえるなっていうことで、1の35の235、ここ一応本線にさせてもらいました。3号艇の吉田選手、スタート決まって1マーク思いっきりね回っていけるような状態、スリット体験になれば、吉田選手の、まくりないしまくり出しから3の1号の、125、3号艇の吉田選手が思いっきり1マークまくっていく展開になれば、展開ついてのまくり出しまで見て513の123と、この計12点で勝負します。では3レースそろそろ当てたい、いこう。まあ、1個だけ怖いのはね、今垣選手がもうスタート張り込んでいった時に6号艇の岡崎選手もついてきちゃうっていうのだけは避けたいかなっていう感じです。吉田選手スタート勝ち込んでくれ。並び8番通りの3対3で固まった予選競争の第3レース、いやーちょっといかん。今垣入れ、なんでやー。ここ巻き出しにして、岡崎康生、首都天下のコースだし、それはないんじゃないか。いやー、せめての中心にはなるとは言ったけどさ。よく覗いたのは、岡崎康弘、トリン。2着で2番の桐生純平、3着で5番の今垣です。これ1枚でよかったじゃん。はい、6、2、5、外れ、次。はい、では4レース目になります。ここ注目したのは4号艇原田幸也選手。原田選手ね、まあ元々は、まあ、地元蒲郡水面になりますんで、かつ、スタートが早い原田選手、直線系の足も非常に出てます。原田選手のまくり展開も大本線ですね。4の56の1256、412の56、3コースにねスタート校舎の片岡選手入ってますんで、1331の46と34の16まで抑えました。でオッズ的にはね、3号艇片岡選手絡みの方がまあ美味しいので、来ればまあまずは、まあ、勝ち確で後半迎えれるかなぐらいの配分にはしております。続いて4レースいきましょう。向かいの風1番2番3番4番5番6番です。第4レース、スタートしました。3番、おし、片岡行ってる。3号艇の山田浩二が覗いた、攻めの高位置。いやでも山田選手が行くのは違う。3号艇乗っていて、4号艇の原田幸也、V に入っていってバックへ入った。2番、1番、3番、5番、3、4で頼む。2号艇山田浩二のまくりは1号艇、踏ん張ります。1号艇佐藤の号から3番、4番、ドドドド。いやーちょっとそれはないって。1号艇こらえたか佐藤翼、前を取りながら2号艇山田浩二、6号艇おっつけ入り込んでいったんですが、相手からさ2号艇山田浩二が内のところへ行っていて、佐藤翼にも接近。2号艇の佐藤翼、伸び返したか。3号艇、3号艇あたりここから絡んでいくが、4号艇の原田のそこには3号艇の片岡冷静さセーブ。いやー、一塁下さんだよ。番手で1マークを回った状態では4艇大激戦、差し切らんのが。いや全然3、4、1まであっただろう今の。一瞬の直線であります。一塁下さんの佐藤翼、トリン。2着で2番の山田浩二、3着3番の片岡正宏です。これ1ふたさんだけを買い続けた方が儲かるんじゃないか。はい、1ふたさん外れ、次。では続いて5レースです。
5レースは1号艇新田選手逃げ率は 83%。 ここね、注目なのがもう1号艇新田選手。新田選手の37号機は7月からね、初卸しで三遊室のモーターではあるんですが、まあ勝率で言うとね、ランク2位のモーターになりますんで、まあどっちかというと伸び寄りな感じなので、陰線向きかと言われるとまあそうでもないんですが、まあ他のね5艇がまあそこまで目立った気力の選手がいないんで、ここは新田選手の逃げからね、まあまずは、的中っていうところを目指していこうかなというふうに思います。相手軸にしたのが、4号艇の山口選手で、山口選手自身も一節前ね、多摩川の周年ウェイキーカップで、まあ3コースからねまくり差し決めて優勝しててですね、まあ非常に流れのいい中のこのダービーに参戦という感じ。山口選手をまあ相手軸にはするんですが、2号艇のね岩瀬選手がまあ2ヶ月前8月にですね、まあこのガマ氷でちょうどこの2コースからフライング切ってるんで、そこがね、岩瀬選手がスタートいけるかどうかっていうのが、まあここ一番大事なところになるかなというふうに思います。まあただ、岩瀬選手の2コース非常に得意な選手ではあるんで、安くはなってしまうんですが、まあそこも予想に入れて、かなりシンプルに1-4-2-5-1-2-5-4、この6点で、5000円分配分して、まあ1-4の方にね若干厚めに行くように貼っております。この6点で勝負しようと思います。では5レース行きましょう。いや、つよぽん頼むよマジで。10秒前となりました。1番から3番4番5番揃っての1-4、やばい、やりすぎな気がする。山口がトップタイミング、ゼロ3で抵抗、自分1号艇手足が効いた。いや、十分これは差し入るでしょ。ちょっと流れてない。5番当たりが入ったが、2号艇の差し線か岩瀬。ちょっと待って、持たせて新田選手頼む、持たせてくれ。スタート前提正常であります。その前の2人に競ってくる4号艇の山口でありますが、潜り込む2号艇叩いて、いや、これはいけるっしょ。ガラキー飛び込んだ。オッケー、あとは山口選手帰ってきて。2号艇が若干ボートが浮かんでしまいまして、2号艇の岩瀬が2番手優勢で1番手の体型であります。頼む。4号艇の島村がセンターから3番手、いや、強っぽんさばいてくれ。4号艇の山口はその2杯を内太ももをえぐっていきたいと。いやー、それ気に入って、そこは入らんて。を放ちました。クククッと前へ向いてからは押し感があり、2号艇の岩瀬に若干近づいてまいります。いやー、マジか。潜り込んで5号艇コーナー先に回してくれという意思表示の島村、しかし冷静きれい。2号艇戻ってこい。今度は4号艇の山口が巻き返してくる。頼む。太陽氏が先頭に浮上で2号艇の岩瀬雄介、いや、一定審査なんとかならんか。定冠三定審で後方ですが、5号艇島村大きを十分取る。4号艇乗り込んでくれ山口。5号艇手前でクルッと、いや、クルッと、うまい。山口のコンパクトな旋回、うまい。島村、山口選手さそうかという展開で、もう2着までいっちゃおう。大阪から繋がり、グイ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 押してくる。岩瀬にアタック観光でありますが、おっと後続でプロパラッとしながらも潜り込む。岩瀬は冷静に、いやー、なんとか2着という状況であります。いやー、3着か。先頭1番の新田雄士ゴールイン。2番手の際大激戦だったんですが、2番の岩瀬です。4番の山口も巻き返しての3着。いやー、めっちゃ安いとこ、これ利益出るんかっちゅうぐらい安いとこや。まあでも初的中が大事やろう。こりゃもう勝つみたいなね回答ではあるんですが、1-2-4、なんとか発的中プラス1210円。まあ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 、一応良かった。まあこっからね、連続でしっかり絞って当てていきましょう。じゃあ次6レース次。公式 LINE では毎日引ける豪徳寺もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。6レース目になります。注目が3号艇赤岩選手で、4号艇の中田選手もスリット付近のね足非常に良さそうなので、1-3-4-6と、まあ、1-3-4-4-3、3の石路石路の6点追加の計10点で、勝負していきます。いや、赤岩選手スタートいけてるんじゃないか。新海渡が覗いたんですが、1号艇田中慎一郎、さあ3号艇ですが変化、いや外行くんか。本当にクルッと2号艇の新生公開、1号艇田中慎一郎、若干
残るか。新発端号艇の新海バトル V は若干よって3号艇切り込ませんかい。赤いは吉野、いやー2位3は買え3号先頭タランの新海5位、2着で3番の赤いはです。1番の田中慎一郎が3着。いやここの満州か、でも2は買えんす。新海選手の直まで見れたらっていう感じですが、ときついんじゃないかな。外れ。次、7レース目も買ってきました。ここ注目は3号艇、4号艇、6号艇と。正直2号艇の西島選手がスタートがそんなに早いタイプではないので、であれば3号艇の岡崎選手の先攻めの方が優勢かなというふうに判断しました。1331の46、岡崎選手のまくり差し失敗の形であれば146と、この5点でね、まあ各1000円で5000円分勝負しようと思います。まあここで一旦当てて、まあ、いい流れでね後半戦突入しようかなというふうに思います。いやいいスタートいってる。番号あたりちょっと警戒でありますが、1号艇ダッシャー引いた1号艇の寺田翔、まずはコーナー先頭を取った。3号艇背面動いて変化、入れ脇を4号艇先頭切り込んだ。いやー2位残るんかい。いやーこれは2位残るわ。いやしかもここの1位はめっちゃうまいんだよ。いやーこの2位は倍はねえぞ。先頭1番の寺田翔をゴールイン、2着で2番の西島義則、3着4番の磯部誠です。これはむずい。1、2、4、外れ。次、はい、では8レース目になります。今日は基本的に差し水面に近しいものになってるかなというふうに思います。まあここ注目したのが2号艇の吉田拓郎選手、214の146、2番差しが万が一入った時のためにね4の266に、ここだけ4頭押さえてます。6号艇の中島選手、非常にまあターン系統のね足はいいんで、16の24と12の56計10点で勝負しようと思います。基本的には差しコースで決着というふうに予想してます。そろそろ2本目の当たり欲しい、行きましょう。予選競争第8レース、スタートしました。体が4号艇、黒田氏4号艇の重成がじんわり出る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 、果敢に行く、思い切る、カードまくり炸裂、乗っていて、いやー4号艇、ずっこんと真ん中だった中島号艇、2位のホランか、入った。いや重成さん一まくりかよ。ここで四五郎は泣いて、中島光平先頭、4番の重成五輪、2着で5番の大峰、3番手の選手は平本か中島か。四五郎外れ。次、はい、では9レースね。9レースは1号艇に今垣選手で逃げ率は 60% の番組です。ここ大注目が4号艇の青木源太選手が、まあ、エースモーター62号機を従えての初戦ということになります。ここね4号艇青木源太選手、まあ確かにね足自体はめちゃくちゃいいんですが、スタート展示出していただくとね、まあ確かに伸びはするけど伸び特化にはしてなくて、まあしっかりバランスのいい足にしてるなっていう印象でした。でスリット先行すれば締めてはいくんでしょうが、スタート揃えばね、まあ、基本的に差しで行くのかなっていう風に予想してますんで、もうここはあえて期待値高いと踏んだ2号艇前田選手の差しから214の1345、ここ本戦にしております。4号艇のね、青木選手2番差しでも、まあ、十分ね突き抜ける足自体はあると思うんで、ここも相手を2号艇の前田選手にして42の15と415の2、この10点で勝負しようと思います。青木選手が締めてきたら、いいタイミングで前勝を引いてくれたら完璧な425予想になるんだけどな。これやばい。1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入です。第9レーススタートしました。片面棒手青木がいいダッシュをつけたんですが、1番、3番、好タイミング、まずはコーナー先手で前勝差し入れろ。マーク出してくる。いやしかしながら1号艇の上がる選手程度をかかった。これむずすぎんか。石野高之スタート前提正常であります。3号艇石野が届いて刺さった。1号艇
今垣幸太郎は差してくる展開でありますが、石のコーナー先手を取って突き放す。3番では横手の青木源太が差しまして、3番1番の幸太郎の不動がリグッドバッター。完全に今狙ってたよね。横手3番ターンの青木源太郎は相手1、4、まくり差し考えたらもうこれめっちゃ高いよな。ラストの不動亭の徳増秀樹が続いています。波のないところをガンガン回す不動亭の2回許してありますが、西野にマークは若干ターンが長いですが、巻き返すべき先頭3番の石野貴之ノルイン、2着で1番の今垣幸太郎です。4番の青木源太が3着。いやー、まあ青木選手も3着でね、別に悪くないスタートになるもんな。これ 3-1-4 外れ。次、はい、では10レース買ってきました。1号艇浜野谷選手、逃げ率は 91.4% の番組です。ここ注目がもう1号艇浜野谷選手ですね。浜野谷選手の69号機、まあ非常にね2連対率高いモーターで、かつ浜野谷選手もね、ここまで今年かなり陰線しっかり逃げれる、あのいい気配できてるイメージです。でもう浜野谷選手の逃げのみに絞りました。相手軸にしたのが2号艇の赤岩選手なんですけど、1マーク展開考えると、まあ浜野谷選手はね、基本的に外の手がねやってきても、もう基本自分のターンをするっていうようなタイプの選手なんで、3号艇の島村選手が SGG1 の時ね、無理にまくり差しに行かずに、まあ基本的にまくり外前ですねで決めてくると、そう考えた時に2号艇赤岩選手ね、まあ若干後手踏む可能性あるなということで、まあ気力的には完全に 1-2 で、オッズ的にも 1-2 で売れてはいるんですが、1差し5の2、この3点で絞って5000円分配分しました。最初はね1、3、4の2だけを考えてたんですが、3号艇の島村選手が基本的に外前に行くっていう風に考えた時に、まあ5号艇篠崎選手のまくり差し追走まで抑えれるっていうので、この1、5の2のところも抑えて、ここ若干均等買いというより1、5、2で来た時に、まあ、ちょっと爆発するような買い方になってます。この3点で10レース勝負します。では行きましょう。よし、行け。よし、今の浜野谷選手のルーティンなんで。はい、10レース予選競争、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。1秒。オッケー、スタート揃った。1号でトップタイミングは会話でありますが、1号でダッシュ伸び返す浜野谷健吾、コーナー先手、2号艇が外の攻撃カットしながらプッと戻る。いやーにー主導権1号艇の浜野谷健吾、1マークに向かってもかなり伸び返しましたが、いやー深谷選手なんとかしてくれ。3番手のセイバー深谷がセンター、から篠崎絡んで外は3号艇の島村、4号艇は前を取りながら5号艇の懐めげるセンター、すぐ入った深谷、3号艇は5号艇の飛び込んだ篠谷、赤いは深谷が上位を形成に浜谷、4番手から逆襲島村、しかしながら冷静にさばいて大手かわした4号艇の深谷、正解を動くのこれは強いわ。いやー、もうちょい戻す選手の入るスペースあれば、まくり差しには来とったんやけど、いやこれで 5.8 倍はもう 1.2 に絞らんと買えんわ。先頭1番の浜野谷健吾、ドルイン、2着で2番の赤岩です。4番の深谷が3着。いや、島村選手がまくり差しに行くともうこれしかなくなるよな。あれ外前だったら勝負なってんのに。外れ。次、はい、では11レース買ってきました。11レースは1号艇磯部選手、逃げ率は 66% の番組です。ここね、基本磯部選手の逃げからで問題ないかなとは思うんですが、4号艇桐生選手がまあ非常にね足よく、かつ桐生選手2コース4コース差しコースがね、まあ、非常に得意な選手なので、もうここは 1-4 のところで狙い打とうと思います。1-4-61点で5000円いきました。ちょっとね、これはもちろんあのオッズ買いっていうところもあるんですけど、6号艇の関選手が、前半2レースかな、深川選手の前付け艇の外になって、まあタイミング的にはね、まあ、コンマ 1-2 のスタートでまあ普通ではあったんですが、まあかなりね、ダッシュ効いた感じでまくりに行けてたんで、まあ直線系の足もそんなに悪くないかなっていうような印象、かつ5号艇の田中選手も、まあ若干気力不足な感がある
るので、桐生選手がまあしっかり差し向けて、山口選手の内をねしっかりついていったところを、関選手がまあ直線足よくまあ外からまくり出してきての3着っていうところ、もう1本でいこうと思います。かなり負けは込んできてるんで、厳しい戦いにはなりますが、この1461点で一撃でまくれるんで、これで11レース勝負します。19いいな。いやー、2位がトップスタートいくよな。いやー、桐生選手入りきらん。1下4番いや厳しいわ。いや 4.8 倍やけんね、もうこの状況では変えできた。関選手6着、まあドリームでね最後綺麗に決めましょう。磯部誠2着で2番の山口、3着4番の桐生です。外れ、次。はい、ではここまでね全然いいとこなしでしたが、もう最後12レースドリーム戦でございます。1号艇峰選手、逃げ率は 81% でございます。まあ毎回言うんですけど、峰選手の陰線ね、2コースが非常に厳しくなります。ハンドル一発切りってもうパコンとハンドル入れられるんで、2号艇が切る隙がないんですよね。まあ峰選手の過去のレースを見ても 1-2 で決まってるレースはもうほぼないと言っても過言ではない。3号艇の池田選手ね、スタート展示出していただくと、まあ、非常にスタート感もね地元蒲郡で、スタート感もありますし、かつ気力もねこの中では峰選手とまあ並ぶぐらいの気力あるんで、もう池田選手のまくり差し一戦3にしろの1、もうこの6点で最後勝負しようと思います。で最後ね、まあ、かなり5000円ずつで、6万円から始めて、これを買った時点で6200円しか残ってないんで、314のところに、25枚、ここを厚張りして最後314でね、池田選手、峰選手、ブス島選手とまくって最後終われればいいなというふうに思います。では最後12レースドリーム戦いきましょう。はい、枠なり3対3、池田選手のまくり差し綺麗に入って終了、初日終わり。まだか。ボート動画では史上初の最後のレース結果を見せないという動画にしましょう。これ初日12レースドリーム戦、枠なり3対3いけ。当たりましてドリーム戦競争、1番から3番4番5番6番です。ここの起こしがめちゃくちゃいいでしょこれ。いやでもスタートはそろか。センター 4.2 号艇、覗いた2号艇の早原でありますが、上手出足が効いた峰竜太、コーナー先手、早原つけ回る1号艇ブロック本命入れ、いや入らん。池田のところ入った4号艇の武士のバッキー入った飲酒号艇、2号艇峰竜太、うわー池子3号艇引っかかってフラットします。池田浩二前提スターター正常、2番手の末につけ回った2号艇タイミングが狂った、2号艇の早原コーナーと決まった。いやー、早原選手ふざけて握るかもとか言いよったけど、本当に握ったらあかんやんけ。この1-2-5のクラブ、池田選手頑張れ。もう足で目がけて旋回の池田浩二、5号艇の馬場、しかしながら前の後席乗りながらも踏ん張る。これだけ出来上がるというのがスリットライト、1番の峰竜太ゴールイン、2着で2番の早原雄貴、3着で5番の馬場芳也です。3番池田、はい、1、2、5外れ、終わり。はい、ということでね、1レースから12レースまで全部取り終えました。最後ちょっと買い方的にもブレたようなところがあって悔しい結果でした。投資6万円、回収6200円、まあ回収率はね、まあ、10% 超えたかなっていう感じですね。どうですかカメラマンさんよ。いやいや、まあ、この戦う姿勢はやっぱり素晴らしかったなと。いや、ちょっとなんかもっと的中をねしっかりする絵を皆さんにお届けできたらよかったんですが、 SG 初日ってことで、まあ、いろんなかけ方があるよっていうのを
見ていただけると嬉しいです。おそらくこの動画が公開されているのが金曜日だと思いますので、まあ、金曜日にこの動画を見ていただいている方はね、明日ボートレースがまごり現地に行く予定にしてますので、まあ、ちょっとね今日は懲罰さんの予想を聞きたいっていう人はいないような動画になってしまいましたが、場内でね見かけたらお声かけお待ちしてます。ということで何か言いたいことありますか？まあまだまだ始まったばかりなんでこの祭りは、まあ、そうですね、これから残り5日間楽しみましょう皆さんで SGO。 では次回の動画でお会いしましょう。ガマゴーリの方は現地でお会いしましょう。バイバイ。今回の企画はボートレース平和島135ボックスだけを買い続けたら勝てるのか。1レース目前やけどワンチャンあるなこれ。いや行ってる。オッケー、決まった。気持ちいい、完璧です。421的中。松崎選手頼む、張り込んでくれ。135で135、25枚的中。やりました。